お父さんは私が生まれる前に死んだ。そうだったよな。そして、その死因は。ちょっとびっくりして、すごい後ろに遠ざかっちゃった。思わずクッションにボフって言っちゃった。無印良品で売ってる体にフィットするソファ、別名人間をダメにするソファにボスって言った。そんぐらいびっくりした今。ガーダのお母さんとの口喧嘩だったんだって。おい、嘘だろ？カーダのお母さんと私のお父さんは幼なじみだった。いつも一緒に遊んでいて、それであるとき、裏町に冒険に出かけた。そして、口喧嘩に出会った。私たちみたいに。二人は、できたばかりの正規に入門した。二人とも、口喧嘩がすごく強くなった。でも、二人の考え方には少し違うところがあった。詳しくは知らないけど。それである日、喧嘩になっちゃった。そして、それが原因で。待ってくれよ。なんだよ、原因って。説明が穴だらけじゃねえか。私も知らないんだもの。知らないんだもん。バタコは泣いていた。眉一つ動かさぬまま、いつもの無表情のまま、ただ涙がポタポタと床に落ちる。バタコの無表情の中には、俺の全く知らない何かがずっと溜め込まれていたのだ。行き当たりバタコは、何を思って俺と話し、何を思って俺とはしゃぎ、何を思って俺と稽古していたのか。ヘビーな関係だな。気づかなかったか。妙だとは思わなかったのか。お前たちの中で一番強い毒を溜め込んでいたのは彼女だったろう。そういうことか。ただにキャラを際立たせるために、おのおののステータスのバランスを変えていたんじゃなくて理由があったのか。確かにバタコ毒強いもんな。バタコのような子がなぜお前たちより強い毒を溜め込むに至ったか。毒とは単純な悪意だけではない。性格の悪さでもない。その人間の中に溜め込まれてきたいかんともしがたい感情、暴力性、そして記憶、思い出だ。本人の辿った物語が黒々と昇華したもの。真に人に突き刺さる毒とはそういった種類のものだ。ごめん。おい、謝るなよ。ガーダは私のことが苦手みたいだった。でも、学校に入って、茶太郎が変な私に構ってくれた。茶太郎のおかげで、私はカーダとも仲良くなれた。これはね、悪口と呼ばれてる。そして、あの日、二人を裏町に誘ったのは、私が真実を知りたかったから。ごめんなさい、バタコ。ごめんなさい、バタコ。謝るなって。ごめんなさい、バカ。バカ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 。カード、謝るのは俺たちの方だろう。何も気づけなくて
本当にすまなかった。バタコ、ごめんな。茶太郎。あの日から、静香がこの町に戻った日からしばらく経っている。あの静香のことだ。そろそろ毒の制御を取り戻しているはず。会いに行こう。三蔵先生、まさか。こっちだ。え？あ、一箇所だけタイルの違う何か。ここか。行き止まり？お前たちの指先も、よく見ると、細かな渦巻き状の模様があるだろう。指紋のことか？指紋認証？指紋。そうだ。この機械はそれを読み取って人を判別するらしい。どうしてそんなすげえ機械がこんなところに？入り口が開いている時間はわずかだ。ついてこい。階段を降りるに従い、地下室特有のジメッとした匂いが鼻につく。それに混じって鉄サビのような匂いも漂ってくる。階段は長かった。恐ろしく長く感じられた。ここだ。三蔵先生が再び指をかざす。そしてそこに母はいた。こんな近くに母はいたのだった。何ちゅう部屋だよこれ。お母さん、これは、この赤いのって。血液だ。血液って。そうだ、初めて見るか。いや、でも母は大した怪我ではないようだ。だが、掃除するのも難しかった。これが静香が家を出た理由だ。こんな状態では町にはいられまい。この血、この傷。自傷だよ。壁に頭を打ちつけたり、爪で手足を引っかいたり。今は収まっているが、ひどいものだった。お母さん。母の肩は震えていた。そしてゾッとするほど冷たかった。お母さん。お母さん。母さん、よかった。カーダ、ごめんね。いや、俺の方こそ、ごめんなさい。裏町には入ってはダメって言ったのに、ね。ごめんなさい。元気そうで、よかったわ。元気のわけねえだろ、クッキーもらえてないもん。あとで50枚あげるわ。やった。三蔵、ありがとう。俺のことはどうだっていい。今はそいつらに話すことがあるだろう。そうね。部屋から出る分にはロックはない。話が終わったら元の道をたどればいい。怪我、大丈夫？大丈夫。もう血は止まってるから。よかった。驚かせるなよな。私、服から。紙やすりで。行き当たり。バタコちゃん。うん、ごめんなさいね。うん、
許してあげる。ありがとう。ありがとう。許せる。母とバタコはしばらく泣き続けていた。二人の間に横たわった何かを埋めるように、二人は手を取り合っていた。そして、話す時が来たようね。私はバタコちゃんの父、行き当たりジャム王を殺した。喧嘩の原因は私にあった。でも私たちはずっと仲のいい友達だった。ジャム王、早く早く、裏町が逃げちゃうよ。裏町は逃げない。わかってるよ。ほら、早く早く。うわ、ちょっとジャム王、早すぎ。めっちゃ早い。待ってよ。ジャム王、彼女できたんだって？うん。もう、奥手のくせに、びっくりしちゃったな。奥手。誰もいなかったら、私がもらってあげようと思ってたのにな。静か、彼氏いるだろ。へへん、バレたか。じゃ、ジャムを、先に帰ってて。静か、またか。いいじゃん、別に。絶対バレないし。裏町には週に一回くらいしか来ないんだから、いいじゃん。そういう問題じゃない。浮気は良くない。いいじゃんか。あの人も、町のみんなも、疑うことを知らないし、大丈夫だって。結婚したのに、それはあんまりだ。もう。ジャム王はほんと頭固いよね。そんなんじゃ奥さんに逃げられちゃうかもよ。バカ。1ヒット。ジャム王？バカ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 。何よ。遊んでる私が羨ましいからって。うん。痛い目見ないと。静香はわからない。何よ。やるっていうの？上等じゃない。久々に。デュエルよ。あまりにも、あまりにもくだらない理由だった。でも、私たちはいくつになっても、時々そんな調子で喧嘩をしていたの。だから、その時だって、心のどこかでいつものことだって思ってた。それでも当時の私はやっぱりどうかしていたのかもしれない。私のためを思って忠告してくれた友人を逆上して死なせてしまったのだから。あの日親友に投げつけた言葉は、私は全部覚えてる。ジャムオ、ねえ、ちょっと、ジャムオ、ジャムオ。医師は安静にしていれば問題ないと言った。でも、次の日の朝、ジャムは死んでいた。全く大人げない、最低なきっかけで、私は親友を失った。
それからずっと、ずっと、もういいから、バタコちゃんにも、私は、私のお母さんが止めてたのは知ってる。それでも私は真実を知りたかった。お母さんが止めても、カータのお母さんを苦しませても、私はカータとも仲良くなりたかったし、真実も知りたかった。そうね、そうよね。それでカータのお母さんは心から謝ってくれたから、心から謝ってくれた人は、私は心から許す。ありがとう。ありがとうございます。ジャムを。そして、母は町に帰ってきた。今まで一度も見たことがなかったような穏やかな表情で。じゃなあ、カダ、またね。おお、このいつもの流れがこんなにもなんかグッとくるとは。当たり前の日常ってのがどれだけ素晴らしいかってことだね。なあお母さん、なんで闘技会なんか出たんだよ。言いたいことがあるなら俺に直接言ってくれればよかったのに。そうね、なぜかしらね。でもそれしかないって思ったのよ。私の中に積もり積もってしまったものをどうにかするにはそれしかなかったの。私の中の毒はすでに暴発寸前だった。あなたが生まれてここまで育ってくれて、そしてあなたも裏間違いを始めたと気づいたとき、その頃から私は平常心を保てなくなっていった。ということは、だいぶ長い間、もうプルプルしながら、はい、クッキーって、お使い、お使い行ってよってね、かなり抑え込んでたのか。あなたが悪いわけじゃない。あなたのそういう衝動は、私だって経験した。あれは、無理やり押さえつけていいようなものじゃない。だから、そう思って、ずっと抑えてきた。でも、私も甘かったわ。まさか、自分の中の毒が抑えきれなくなるなんてね。パソコンが止まった。戻った。ちょっと待って。機材、手で打った。痛い。それで、そのせいで、あの試合は。そうね、毒は抑えつければ暴発する。私はそれをあろうことが大切な息子へと向けた。あれは聞いた。でもね、カーダ、私は思うのよ。あの時言った言葉、撤回するつもりはないの。あ、悪口の内容じゃなくてこっちのことね。あの下水言葉を、撤回するつもりはないわっていうことかと思って。まあでも、それも、このセリフの一部なんだろうな。親は時に、我が子を完膚なきまでにぶっ飛ばさなきゃいけないこともある。完膚なきまでにはぶっ飛ばさなくていいだろう。ふふ、そうね。その通りだわ。でもね、カーダ、私たち親子は、これまであまりに衝突を避けすぎたわ。その結果、私たちの間には、ただただ安寧が生まれただけ。見せかけの脆い安寧がね。もちろんそれは大切なものよ。でも私はもっとキラキラした関係をも知っている。俺だって知ってるよ。そうよね、あなたはいい友達を持ったわ。あの日あなたにぶつけた毒は、あの日まであなたと共有するのを怠った分の毒、
それをちゃんと返す必要があったのよ。まったく、母親っていうのは面倒くさいね。息子ほどじゃないんじゃない？うるせ、バカ親。浮気者。言ったわね。お母さん怒らせると怖いのよ。え？どうして、初めからこんな風にできなかったのかしらね。それは、昔のことを気にしすぎたからだろ。あと、この、妙竹林な綺麗な町のせいだ。ふふ、そうね。その通りだわ。不意に、ちょっと前まで、自分は母と良好な関係を築いていると思い込んでいたことを思い出した。結局それも幻想に過ぎなかった。おのじろの平穏が表面的であるように、所詮は傷つき合うことを極端に避けた仮面のような親子関係。確かに、そういう距離の取り方というのは、時にきっと必要なのだと思う。でも、それは親子関係じゃない。張り付いたような笑顔も、とりあえず言っとけばいいやのありがとうも、無関心を隠すようなへえも、俺たちの親子関係には必要ないものだったのかもしれない。いや、きっとこれからは。お母さん、行ってくるよ。行ってらっしゃい。気をつけてね。わかってるって。じゃあ行ってきます。母が帰ってきた。ただそれだけで心がこんなにも軽かった。帰るべき家に大切な人がいる。それだけでこんなにも。とはいえ、未だわからないことは多い。例えば、なぜ母はあんな高度な機械で守られた地下室に閉じこもっていられたのだろうか。あの地下室は一体何だったのだろう。他にも疑問は残る。母とジャムオさん、そして三蔵先生のこと。彼女らは当時、裏町で何を思い、何をしていたのか、何をしていたんですかね。一世代、二世代前の裏町の情景が俺の中で像を結び始めている。いずれにせよ、いろんな人から聞き出したいことは多い。真実にたどり着くために、まずはオーナーだよな。オーナー、いつ戻ってるかわからない。時々行ってみよう。よし、呼び出しもなかった。よし、先生、行ってくるぜ。じゃ、今日も茶太郎たちと出かけてくるから。もう、ちゃんと気をつけるのよ。いいわね。わかってるって、あのせえな。危険なことはやめなさいよ。いいわね。はい、はい。はいは一回でよろしい。お疲れ、おお、ダメです。クッキーはくれないんですか？再会のクッキー。よし、行こうぜ。ここからが、本当の、戦いだ。みたいな感じになってきたな。俺たちの戦いは始まったばかりだぜ。いや、これダメだ。打ち切りフラグ。ご視聴ありがとうございました。この動画を気に入ってくれた方、この動画の続きが気になる方、動画の更新情報など最新情報をチェックしたい方は、こちらの吹き出しをクリックしてチャンネル登録をよろしくお願いします。携帯、スマートフォンの方は動画の説明文の一番上にある URL をクリックしてください。みーのチャンネルを登録してくれたにゃん。